ジュビロ相手に2ゴールを叩き込みました。あー、そしてこのパフォーマンスも凝りに凝っています。さあ、ゴールパフォーマンスです。いや、京都一気にスピードアップしましたね。そうですね。素晴らしいゴールですね。あー、ゴールパフォーマンス見事に決まりました。今シーズン11得点目、先制点を挙げたのは京都サンガ FC、 エースストライカーのピーター・アルザカでした。最後は頭で叩き込んでいきました。野田2試合連続のゴール、今シーズン4点目。2人のプレー、それがゴールに結びつきました。19歳の第12節以来の出場となった中川和樹、右足を振り抜いていきました。先制は京都サンガです。それらの先制点が生まれています。京都サンガ FC、 一度は止められたんですが自ら押し、あっと、今日はドミノですかね。そうですね、はい、ということでヨルディバイスが決めました。